まあ、3月11日からですね、昨日でちょうど8ヶ月ということで、3月11日の東日本大震災では須賀川市も大変大きな被害が出てしまいました。でその中で当初ですね、この伝統行事であります、まあ、420年以上続くと言われるこの松明明かしが開催できるのかどうかというのは非常に危ぶまれた状況もありましたけども、まあ、その他にもですね、さまざまなこう障害壁にもぶつかって、開催そのものも非常に困難極めましたけれど、やっぱり市民の皆さんの中からですね、やはりこういう伝統行事絶やさないと、そういう気持ちが強く湧き上がっておりますし、特にその松明明かしという行事は慰霊とかですね、鎮魂という長年そうやって伝えられてきたものでありますから、今回の大震災を踏まえてですね、大変犠牲者の皆さんも多い状況の中ですけども、そういう皆さんの慰霊の気持ちも含めてですね、今回はその全国からいろんなご協力いただきながら開催ということになりましたし、特に福島県のですね、復興ののろしとしてぜひ開催をして、これをきっかけにですね、我々市民もですね、一丸となって復興に歩みを進めていきたいと、そう思っています。松明というとですね、普通こういわゆるトーチというですね、手に持つ松明をイメージされる方が多いかもしれないんですけど、当時の松明明かしの松明というのは、まあ、高さ10メートルのですね、大きな、後ろにもありますけれども松明を作ってですね、それを会場五郎山という会場に、例年ですと、まあ、30本近く立ててですね、それに点火をして一気に燃え上がらすという、まあ、当時その戦国時代のそのいろいろ戦国絵巻をですね、彷彿とさせるような大変勇壮なお祭りでもありますし、また一方で先ほど申し上げたように慰霊や鎮魂というですね、大変そういう弔いの行事でもあるということで、ぜひ見ていただければですね、感動していただけるものと思います。